こんばんは、あ、ゆうこさんだ。こんばんは、渡辺かりんです。どうやってリクエストよいしょ。今からですね、ゆうこさんとセクションティーの対談。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。突然ですけど対談に来てくださってありがとうございます。こちらこそ、まさかかりんさんと直接お話できるなんて思ってなくてびっくりです。よろしくお願いします。いや、この前ね、メッセージいただいて、私12月10日の博多の屋上でマルシェに出店するんですよね。それで、ゆうこさんがスピリチュアルの、どんなことするんでしたっけ、ゆうこさんの、ブース。私のブースは、当日マルシェはカードリーディングして、チャネリング、普通の占いじゃなくって、私チャネリングの方でトランスとか、結構いたこみたいなこととかもするんですけど、カードを媒体にしてのちょっとリーディングセッション、チャネリングセッションを、マルシェでやります。はい、そうそうそう、それを聞いて入ってやってもらいたいと思って。そうそう、みゆきちさん、こんばんは、いらっしゃいませ。そうそう、みゆきちさんとゆうこさん のインスタコラボの時に、あ、ゆうこさんも出展されるんだと思って、それで気になってたので見てもらいたいなと思ったんですよ。どうして気になったかというと、9月の月の器の屋上マルシェの時に、打ち上げの焼肉パーティーでね、ゆこさんたちがよさこい のダンスを踊ってたんですよね。で、すごく盛り上がってたんだけど、私よさこいは踊れなくって、で、よさこいの出番が終わってくつろいでるチームよそこいの皆さんのところに行って、なんかフリーで踊りたいって言って、そしたら、でもこの曲でとかいう感じだったから、だから、あ、そうか、あ、音楽かとか思って、DJ のブースのところ行って、踊れる曲かけてくださいって言って、それで曲が始まって、また曲かけてもらってよって言ったら、そしたらね、そのチームよそこいの皆さんがすごくノリがよくって、で、ナギちゃんが真っ先にステージに、で、ゆうこさんがもうラップ調の DJ を突然始めて、で、すごくね、それがね、みんなを巻き込んで、なんかすごい良かったんですよね。ね、いや、すごいなと思って、で、ずっと気になってて、で、今回ゆうこさんが出展で、スピリチュアルの痛みのことをやるって聞いて、あ、じゃあやってもらいたいなと思って、で、申し込んで、で、そのやり取りの時にね、この前屋上大学のセクシャリティゼミを瀬谷学長と私の対談を見て、もうそれだけでなんかパートナーシップがすごく改善したっていう、いただいて、すごいと思って、で、それを聞きたくって思ったんですよ。はい、いや、もう本当にかりんさんも、私 9月のね、月の器マルシェの時からチームね、ソーラン節ね、踊ってた時にかりんさんが誰よりも早く前に来て、よかったっていう印象がすごい残ってて、その時かりんさんがそんなプロフェッショナルというかね、なんかそう、女性の宇宙に対してものすごくプロとは知らなくって、あ、なんかすごくピュアなエネルギーの方だなと思っていたら、屋上大学で講師でって なって、あ、やっぱりこう前に来る人は違うなっていうのがあったのと、まあ、ね、生島で DJ やらさせてもらった時に、アンベリちゃんとかみんなが踊ろうって言ってもね、誰も動けなかったから、ここはもうちょっと巻き込もうぞみたいな感じで DJ もやったら、それもカリンさんが一番喜んでくれてて、だからなんかそこがご縁がつながって、まさかこのね、対談まで行くんだなと思って、ちょっと感動してます。で、やっぱ屋上大学 の講義はすごく感動的で、たまたま昨日私の講座生さんとね、講座でその性のことも話した時に、カリンさんってすごいプロがいるからって話もさせてもらったんですけれど、なんかな、希望しかない話だなって思ったし、やっぱりスピリチュアルなことをやっていくと、結局は性のことに行き着く、歴史的にもそうだし、なんかその私の感覚、エネルギーを
こう体に下ろす感覚ってあのまさにこう神様とそういうなんかね、まあ、具合までいくとちょっと、あの怒られちゃうかもしれないですけれど、やっぱそういう感覚になるのに近いから、あのすごくその部分ですごくこうどこかでやっぱ幼少の頃から興味がねあったなって、性の世界っていうのに結構あのちっちゃい時から興味があったなっていうのがあって、でかりんさんのその講義、あのさやさんとの講義を見て、うん、あとにかくあのそのなのかな、もう響いた言葉としてはもう女 の, あの努力の度は女の股の力だよとか、引力だよとか、あの電気をね作ることができるのは女性だけなんだよっていうことと、なんかそこにあのなんか日本のなんかすごい歴史をね、かりんさんがなんかすごくこうなんかな、すごいこう細胞レベルで大事にしてその性のことを話してるっていうのもすごい伝わってきていて、うん、なんでちょっと主人でよもぎ虫をたまたまですね、しかも何ちゃんに借りてて、レンタルでよもぎ虫も借りていたので、もうよもぎ虫もしながらそのかりんさんの講義も見ながら、でたまたま個人投講座のセクシュアリティだけ買ってたのに見てなかったんですよ、ずっと。そうだったんですか、ね、そしたらこれはもう雷が走って、これはもうこのタイミングに撮ってたのかみたいな、かりんさんの講義とセクシュアリティの個人投を全部合わせて一緒に見ることで、なんか爆発的な感動と、あのなんか自分の力を本当内側から信じようみたいな動きになっていってですね、であのなんかその前くらいから、まあ、クラブアンビリとかも入っていたので、あのなんか鼠径部締め付けないとかね、お股を温めるとかっていうこともしてたんですけれど、なんかもうそれがもうなんかかりんさんの講義を聞いて完成形みたいなのになんか至って、あの、ね、死ぬまでやっぱその夫婦として、あの何こうパートナーシップですね、なんかそれができ続ける関係ってどんだけ美しいんだろうって思って、でそれをかりんさんの言葉がやっぱ感動したのが、さやちゃんとかがね、若い子がやるんじゃなくて、何の後ろ指さされても気にならない私がやることで、あのやることが大事だみたいな感じで動いてったっていう話もものすごい感動してですね、うん、だからあこれはなんかやっぱ聞いてると真実ってすごく入ってくるんですよ、なんかあ本当に真実って思うし、講義を聞きながらその縄文時代のお話とかもされてたんですけど、もうそういう情報もいっぱいブワーってなんか自分の中でも巻き起こっていくから、もうなんかなぎちゃんには言ってたんですけど、あれだいぶ見てるだけで興奮するよねとか話してて、いやであのさやかさんも本の中であると思うんですけど、あの本当に霊的なものを感じると私は濡れるんだみたいな経験をこうあの子宮メソッドというか本にね書いてたと思うんですけど、あそのぐらい破壊力あるよねみたいな話をね、そうよとか言って、実際そうでしょうって、そうでしたとか言いながら、あのそういうことも話していたので、でそれでパートナーと本当にこうあの気を本当にこう本当にこう、うん、やっぱりこうかりんさんも講義で言ってたんですけど、なんかお互いこうなんていうかな、あの男性がしてくれたから痛くってもあのね、あのケースマイケースというか、もうおね交換こう、うんうん、で自分を抑えて、なんかそういう関係みたいなね、疲れるものとか、うん、そういう概念じゃなくていいんだみたいな、ちゃんと自分っていうものを知って、あのそこを工夫していけばもっと良いものになるんだ、伸びしろしかないんだよって言った時に、本当に希望だなって本当に思った、その心の状態もあって、なガリさんの方にあのそういうなんか本当すごかった、本当言ってた通りというか、本当にそれを思いながら、あの望むって言ったらいいんですけど、なんかそうやってた時に、うん、本当にこう内側から満たされる感覚と、うん、本当に終わったとしても次の日も本当にポカポカしてるんですよ。うんうん、そう、素晴らしい、おめでとうございます。いや、講義、あの講義だけじゃなくて、個人投講座とか、あのいろんなものが本当パズルのピースがガチッと今まで学んでいらっしゃったのがちょうどもう最後のなんかつなぎができたっていうかね、ガチッとあって、でそこに進まれたわけですね。そうですね、すごいね。どうでしょう、あの講座でもね、あの
大和の生活ラボっていうのを私やってて、でそこでの、1期生の方たちとかの、感想を読ませてもらったんですけど、ね、あの感想がご自分の感じ、体験となることないですか？そうです、本当に本当そうだなって思いました。なんかだから早くカニさんが講座の、ね、中で講座の中で結婚してカニさん何年目でしたっけね、60過ぎてから夫婦にやっとなったのみたいなお話されてたじゃないです4年目でね、去か。年。なんかもうそれ聞いた瞬間ね、早めにもう夫婦にこれ話聞いたらもうすぐ夫婦にならなきゃみたいな、そうだみたいな。もう早く本当の夫婦になった方がいいんですよね、どのか、全然満足感が違うですよね。旦那の主人の方がやっぱり感動してました。なんか素晴らしい。私もすごい感動したんですけど、なんか、やっぱり気が補われるからだと思うんですけど、なんか、言うあれですけども、主人が高校生に戻ったみたいだって言ってるんですよ。主人のその表現も素晴らしいですね。なかなかね、昭和30年代生まれぐらいの、それまでの男性はなかなかそういう表現できないんですけど、本当にピュアな表現で、いや、そうね。で、私の主人が13年上なんですよ。そんな年上、で、40、来年年男なので、40、8。私が今34なので、34で、主人13上なので、もう、早くおじいちゃんになっちゃうって、すごい焦ってた。でもね、ヤマトの幕開け体験したら、セックスに定年がなくなるんですよね。全然ないですもんね。そうです。だから大和のっていうこともそうだし、なんと言ったらいいんだろう、こう本当にかりんさんのあの講義は時空を超えてるなーって感じだったんですよ、私の中で。ありがとうございます。それもね、さやちゃんの良きリードっていうか、フォローとかあって、コラボさせてもらったからあそこまでお話ができたんですけど、もうでもそういうことをね、集大成を、まあ、さえちゃんもいろんな体験を積んできて、今本当に良きパートナーシップを確立できた時で、で私もまた全然さえちゃんとは違うプロセスでたどり着いたところと、もうそういう集大成をがね、届いたんだなと思って、いや、ですよ、メッセージもらった時に。なんか本当にかりんさん自身がやっぱりその、ね、さやさんも言ってましたけど、可愛らしくて女性らしい、そういう女性になりたいよねっていうのが、本当に女性全員思っているわけですね。やっぱ可愛らしく年を重ねていきたいっていうところに、やっぱり男性性が強くなるじゃないですか、この3次元頑張ってしまうと。だからやっぱりその部分をね、なんか男がいなくても大丈夫とかって言いたくなる気持ちもすごくわかるけど、やっぱりそうじゃなくてっていう、こう本当にこうなんかもっと文化的、なんかその性っていうのも文化的なものだと思っているから、だから主人がそういう意味でやっぱ年が上っていうのもあったから、でそういう意味ではこういろいろこうやっぱりすごく話し合ってきた夫婦なので、結婚今年10年目なんですけど、10年目だし、ずっと新婚さんみたいだね、みたいな感じで、和気あいあいとしてはいたんだけど、それでも、やっぱり、どっちかというと、この性の生活っていうのは、ちょっと奥、仲が良くても、やっぱ痛いとかさ、しんどいとか、ある中の希望の話でしたね。なんですよ。私たちってちゃんとした間具合を教えられるで、皆さん遠慮がちだもんだから、結局なんかすごく勢いよく入ってくる情報といえば AV のポルノアダルトばっかりで、でそっちに凌駕されてしまってるもんだから、
あんまりね、本当に気の交流の間具合って、AV でやっても全然刺激がないだろう。だから、宗教的に流通してない世界だから、もう知らない人は知らない、そのまま年を取って、もうレスになって、枯れて死んでいくっていう人が多くて、私たちの上の世代とか、同じ世代でもそうですけど、でも若い人でもね、そういうことってあるみたいで、本当大切な情報がね、隠されちゃってる、埋もれちゃってるんですよね。いやー、本当衝撃でしたね。お股自身がすごく霊的なものを感じる場所だよみたいな講義があったじゃないですか。それをこうすごく締め付けのある下着でパシャンって潰してしまってるのよっていうのは、結構は衝撃的なのと同時に、体はすごくそうなのみたいな感じのこう反応だったんですよね。だから、それの集大成としては、やっぱりそのお股の活動に対して、やっぱ主人の同意を得ないと何してんのってなるじゃないですか、結構ね、大変なことじゃないですか。やっぱりこう、なんか骨盤をじゃあ立ててこう締めるとかっていう生活になった時に、で、私、たまたま今、社交ダンスをお姑さんと習ってるんですけど、一緒に。さんとも。で、なんか全方位幸せになりたいって本当に思っていた時にさやかさんと出会って、家族丸ごとが本当の本来の幸せになるようにしたいってなってた時に、まあでなった時に、まあ、社交ダンスの立ち振る舞いって、本当にそのカニさんの言った骨盤を立てて締める基本の立ち姿で、ヒールも履くのであれですけれど、こうギュッて、もう下半身の強化っていうのがずっとあったので、その社交ダンスっていうのもやって、なんか全部が合わさってかりんさんの行為だったから、その下地やってきていて、この話を大和のね、孫の話聞いたから、その話も主人にして、もう最悪何にもしなくても最高らしいよ、みたいな。伸びしろしかないよ、私たち。とか言って、貯金はゼロだけど伸びしろしかないよ、みたいな話をして、行った時に、本当に2人が豊かになったし、なんか本当に不安、本当にリアルな問題としては起こってきていることも、なんかそこは大した問題じゃないんだなって、なんか本当に、こう、縄文時代じゃないですけど、この状態、このエネルギーの状態でいたら、それは争いは起こるはずがないなっていう。そうなんね、1万4000年という長い間、人が人を殺した形跡がないなんて、すごい文化ですよね。もう世界に誇れる文化なんですよね。もうでこれね、講義でも言ったけど、年長者がね、ルールで掟で締め付けて人殺しやをしちゃダメって言ってたんじゃなくて、もう大和の孫やしたら本当にね、調和しかないっていう、相手にしたいと思うし、相手からもそういうふうに思われるから、本当になくなるんですよね。なんそか、れ、どうぞどうぞ、あかりさん。お子さんの変化ってないですか？お二人がそういう、より深まった感じ、二人の間を流れる空気を浴びたお子さんたちって最近何か変化ない？子供たち、まあ、もともと結構そのどっちかというと仲がいい方なのであれなんですけど、でもなんかよりお母さんが好きになってきたかな。なんかより、なんかすごくね、なんて言ったらいいんでしょうかね。穏やかというか感情表現がより豊かになってきたかなっていう。なんかまあ成長の過程、今ね、下の子が2歳半と上の子が5歳になったんですけれど、なんかでもすごく、そうですね。なんかでも言うことが少しずつ、ちょっと発達障害が上の子があるんですけど、なんかでもすごいこう、そうだな。なんか言うことを聞こうとするような傾向。なんか、なんかな、素直に。まあ、もともと素直なんですけれども、なんかよりエネルギーが通るっていうような感じかな。そうでしょうね。お子さんだから、お父さんお母さんの状態をああだこうだって原稿化はね、なかなかしないでしょう。
肌からね、きっと感じてるから、そうんうん。うやって、いろんな変化が、活動の変化が、ると思いますよ。まだね、日が浅いですけど、うこれから、んもう頻繁にヤマトの間具合をしてもらったら、うん、うん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 なんかいい感じによりいいと思いますよね。本当になんかその前のね、奥女大学でいうところの親の呪縛とかもあったと思うんですけれど、なんかやっぱりね、そのなんかそのかりんさんの講義っていうか、やっぱりそのヤマトの間具合っていうものを通して、なんかね、呪縛もブワーってなんか飛んでいくじゃないですけど、なんか、あーみたいな、なんか理解が、なんか、調和というか、許しみたいなものですかね。要は、親から欲しい欲しいって思ってたものも、ちゃんと土台があるからだと思いますよ。ちゃんとそこも向き合ってた上だけど、それがパートナーでできた瞬間に、あ、もうお父さんお母さんっていうのは卒業で、改めてね、本当にこのパートナーを大切にするとか、パートナーを通して自分を本当にこう知るっていうこと大切なんだよな、みたいなのもバーってなんかこう気づきとして起きて、おお、すごいすごい。いる感じです。そうですよね。本当に気の交流の間具合した時って、宇宙からエネルギーがどーっと降りてくる感じで、それが本当宇宙に帰って、もう自分の体が本当パイプになった感じで、エネルギーも入ってくるし、宇宙のエネルギーも入ってくるし、なんか自分という存在が、なんか宇宙の中の、なんか、なんていうか、柱の一つというか、細かなことも大事だけど、なんか視点がね、神様レベルになるっていうか、創造主になるっていうか、なんか不思議な、うまく見やっぱりご神道のことで、オーガズムを水戸と言いますという話があった、美しく昇るで水戸ですっていうのも、そのかりんさんなどに聞いたから、もう感動しかなくて、もなんか美しい言葉だなみたいな、なんかまさにその状態で上につながっているし、もともとそこにいた、多分その、なんて言ったんだ、多分その天界とか宇宙っていうのは、多分その水戸のその先の空間がいっぱいつぶつぶで、存在している場所がきっと天国だったり、そういう高波動の場所なのかなっていうふうにもね、思うんですけど、なんか本当情報がダウンロードされる感覚なと、まあ、ちょっとスピっぽく話になってしまうんですけど、やっぱりなんかね、人の枠もある意味ちょっと外れるのかなって思ったけど。そうですよね。なんか本当、神道講座でね、神ながらの道って言って、みんな一人一人が神様の分け御霊を自分の体に持っていて、それで神様のように働くっていう、常に回転運動と同じように休まず絶え間なく働く。で、自分もその充実感を感じて喜びで、その喜びで周りの人を楽にして、で、神のようにして働くっていうのがね、その間具合で宇宙からエネルギーがダウンロードされて、体の中とかね、相手とも境目がなくなる時とかに、なって、なんか人間レベルじゃなくって、いや、神様の中の一つっていうことをね、感じるから、本当に人間の枠っていうのを超越する感じですよね。いや、だから、かりんさんのお話もそうだし、みなこさん、こんばんは。こんばんは。なんかもう、かりんさんにあれは本当感謝しかないし、全女性、全人類女性、ちょっと日本人を絶対見てほしいって、本当思ったんですよ。そう、奥女大学、もうこれご覧の方は皆さん奥女大学にはもうすでに入ってるかもしれないから、なんか迷える子羊みたいな人が周りにいたらね、詰めてあげてほしいですね。
いや、本当にその自分のお股という場所がどんなに大切な場所だったとか、うん、とか自分の体で大切じゃない場所なんて本当は一つもないはずなんですよ、普通に、ま、あの髪の毛一本、この爪もそうですけど、何でもそうですけど、やっぱりそういう意味でここはどうでもいいよねっていうことって多分ないですよね、体の中でね、うん、だけどやっぱりそこを、ここの部分ってやっぱ性に対しての罪悪感って本当すごかったんだなっていう風に思うんですよね、うん、だけど、うん、そこをなんかひ、なんていうかな、そこにブロックもあるし、やっぱりそこ怖いところ、うん、だけど、つかもうこの会員さんとの対談もある意味すごいなんかチャレンジやなと思いながら、今日チャレンジと思いながらで、主人にも今日会員さんとそういうことをね、あの世間様にあの開くような形でライブするんだけどもね、いいですかって言ったら、あ、いいよって言ってくれたんです。素晴らしい旦那様、うん、で、あ、いいんだと思って私もびっくりなんですけど、だけどだからそれはすごくなんだろう、なんかね、そういうことは理解してくれる、なんかそうやって満たされていく人だったりとか、うん、それが大事だったりとか、パートナーがあのお互いにその時間をとても大切な時間と思えることっていうのは大事なことだしっていう、うんうん、素晴らしいコラボ配信です、ありがとうございます、ございます、マイナさんありがとうございます。だからあの、そう、あ、ごめんなさい、よもぎ虫ね借りてて、でよもぎ虫効果もすごいよねって言って、こんだけやっぱり温活とこれやってたから、だから普通やっぱよもぎ虫って高いから、まあ、今はすぐ買えないんだけど、いつかもし買えるようになったら、もうこんな風にもっともっと伸びしろがね増えていくらしいよって言って、なんかもう下着とかもどんどん良くなってたらすごいらしいよとか言ってたら、いやもうそれはそのお金ができたらあのいいんじゃないかって言ってくれるぐらいだから、あ、なんかすごいな、あのまたかつをね旦那が応援してくれるんだったら、こんなありがたいことはないなとか思って、うん、すごい素晴らしい旦那様ですね。お金もところはそこなんですよね。あの努力投資もおまたで、うん、うんうん、だからまあ今はなんかちょっとこう、今ちょっとこういろいろ見直す時期だったりとかして、こう経済はもっとこう、うん、あ、もっとこうちゃんとこういう風にお金を使っていく、こういう2人のエネルギーが満ちるというか、そのために使っていくみたいなね、あのまあっていうことをあのしていきたいなって言ったら、それはとってもいいって言って、うん、あのとってもいいって言ってくれるから、あ、いいんだみたいないいんだみたいな、 おかしくてですね、あ、うん、ダメって思ってたんだと思って、私自身はですね、いや、そんなにねお金かけてもどうしようもないとかね、うん、うんうん、あ、またかつ応援とか最高の極みですね、そうですね、ありがとうございます。だからなんかね、あのなんか死ぬまで夫婦でいたいっていうのがやっぱ主人の望みだし、年がやっぱ上だからそれは気にしてたところだったので、うん、だから本当になんかカリンさんの希望、キャリンさんの話は本当希望だったし、さやちゃん夫婦みたいにこうなんかもうプルプル潤っている夫婦でね、やっぱいたいなってあの私もすごく思ってたので、うん、そうなんです、あの本当にあの命の源で、活力の源ですからね、うん、まあ、食べる食欲とか睡眠欲は本当最低限体をキープするものですけど、プラス性欲っていうものがあると、あの、うん、いるあのエネルギーという活力が増してきますね、うん、と思って、あの気の交流って本当に定年がないんで、うん、相手が老いても、まあ、自分も老いてもそうだし、まあ、あの下手するとね植物人間になってもあの意識で、まあ、うわおと思えばできるし、うん、もっと言うともう相手の体が抜け殻になっちゃって、うん、あのお墓に入っても、ま、相手が天国にまぐわいっていうのができますので、うん、だから、うん、話しといた方がいいんですよ。あのもうね、あの80歳になってもう新たに何かやろうと思ってもできなくなってから、あの、うん、気の交流の間具合しようとしてもなかなかね、あの頭も体も硬くて、うんうん、このね、若いうちからしておくっていうのもね、いいですよ。あのご家族にとってもお子さんにとってもあのとってもいいエネルギーを放出しますからね、うんうん、もう本当にあのだから気力が本当満ちた
経験っていうか、なんかその仕事を今やらなきゃいけないってなった時に、やっぱりその私もその性欲っていうもの、要は欲求不満みたいなエネルギーを活力とか怒りとかに変えてお仕事してるのが多分男性性が強いみたいな感じに状態だと思うんですよね。うん、私は愛されないクソみたいな、男なんてみたいな感じで働いていたのが多分ほとんどだと思うんですよね。うん、だけどもやっぱりだからやっぱこの性欲ってとってもすごいなって思ったのは、やっぱり恋人ができる前とか、うん、本当にそういう体験がなかった頃っていうのは過食すごかったんですよ。過食、うん、過食がすごい10代だったんですよ。うん、だけどその気がまぐわうというか、そうやってやっぱりその性でこういうエネルギーを発散するってなった時に食欲がガーンと落ちて、本来の食欲の小食、子供の時の食事量じゃないんですけど、そんな食べ過ぎなくてもいい自分みたいなのに出会った時に、あ、人はこの性欲みたいなところの使い方を間違ってなんか病んだりとか怒ったりとかネガティブになってたんだなみたいなのをすごく思ってて、で今回カニさんのその気のまぐわいが本当にパートナーでできた時にガツガツしてないんですよ。気力は満ちてるし仕事は楽しいし、なんか本当に満ち満ちて仕事してるみたいな感じになったんです。あ、本当素晴らしいですね。いやでも講義聞いただけでそこまでできる人ってなかなかいらっしゃらないんですけど、やっぱりゆうこさんは声楽をやってらっしゃったんですか？あ、声楽、はいはい、声楽。声楽って体が楽器だから、やっぱその時も骨盤をまっすぐ立てるっていう訓練はあったんですよね。うん、そうなんです。で、で、もともと主人も私もあとお芝居の手なんですよ。いや、役者だったんですよ、舞台舞台の。なので、うん、そのちょっと不思議な話とか骨盤がいかに大事かとか、そういうものも学びがあったからけど、だからスーって入ってきた、うんうんうん、だと思う。そうですよね。講義聞いただけでそこまでできる人って誰でもみんなそこまでできるものじゃないんですよ。ゆうこさんはそうやって劇団の活動して体と向き合うトレーニングされてて、で歌も歌われるから、楽器として能力発揮するにはやっぱ骨盤立てて、うん、よくエネルギーが通るようにするとか、うん、そういうトレーニングをされてて、でまたよもぎ虫やったり、いろんなね、古神道の講座も聞かれたり、いろんな学びが揃ってのことだから、講座を聞いてそこまで私たちカップルいけてないわっていうもうことがあってもそれは普通ですので、もしこれ見てね、うん、焦って自分を責める人がいたら、ゆうこさんが特別ですからね、そういう焦らなくてもいいんですよ。もう一人より歴史、体の歴史とか経験って違いますので、うん、まず私の骨盤立てるおすすめはつぼみを、うん、ちっちゃな あれを鼻のつぼみつぼみ挟んで、そうすると目標物が対象物が具体的にあるから反射的に力を入れる場所が分かって、それで山とのまぐあいができる膣も育つし、内転筋とか骨盤を立てるインナーマッスルもできるので、うんうん、それはビギナーの方にはおすすめで、うん、下地があったからあれ見ただけでできちゃったっていう、そして旦那様が協力的だったっていうのもそれも大きな要因で、うん、なかなか、ね、一緒に特に奥さんがいいと思ってこれ見て見てとか言ってもなんか反発しちゃってね、拗ねちゃって、それを受け入れないっていう方も多いので、そこは、うん、奇跡そう、変わり者夫婦だと思いますね。旦那様の柔軟さですね。やっぱり劇団っていうお芝居やってらっしゃったから、芸術的な女性性も持っていらっしゃるから、それだけ柔軟にね、奥様の提案を受け入れて協力するっていうことができたので、ゆうこさんの旦那様が世間の基準じゃないですからね、いうこと
ないっていうことで、泣いてる女性がこれご覧の方でいらっしゃったら、それがよくある普通の旦那さんですので、そこでもね、落ち込んだり旦那さん責めたりしなくて、ただひたすらね、自分の体を整えていけばいいんです。そしたらもう合体するだけで相手にすごい幸せだって、至福感を得ることができますので、だからまた活大事ですね。本当ですね。なんかマタカツっていうか、その、まあ、第一チャクラとかね、よく言いますけど、自分が地に足がつく、なんだかその力ですかね。やっぱそこが、やっぱ相手を支えるっていうこと、なんか支えるって言ったらおこがましいですけど、なんか、でもそのことを、なんか、なんかな、こう、温めるだけで許さ、できるんだっていうことの、その気軽さと、旦那さんっていう存在を、だから皆さん 素晴らしい旦那みたいに聞こえますけど、収入はゼロですからね、私が毎年稼いでいて、すだごけい。ど、だからその、じゃあ経済力がある旦那さんだったりとかっていうことは、やっぱりどっか欠けてる、だからこんだけ時間あるけど、じゃあ頑張ってみたいなね、なんていうの、凸凹ですよ、凸凹。だからいいなっていう理解もあるけれど、それもあるから、なんとか一緒に耐えられるっていうパートナーシップだからですね。全体総じて、ですね、まあ、いろいろへこまれば、突出して素晴らしいのもあったり、でもそれをそういうもんだっていうトータルで受け入れていらっしゃる優子さんも、容量がキャパが広いの結構なことですね。だから本当かりんさんだから自分の力を、でもそれも呪縛だったってことだし、そのなんて言ったらいいんだろう、それが確かにあるね。今私には世間一般的に言う旦那よりは理解があって、本当に素敵なパートナーだと思うんですけれど、やっぱりじゃあ気の間具合というか、まあ、多分、さやかさんの理論で言うと、本当に誰でも最終的には気の間具合ができる状態ぐらいに、多分、女性ってなれるわけじゃないですか。だから、まあ、そういう意味では、今、日本の、なんか、法律の中では、この人と一緒に、いかに丸くいけるかっていうところで、なんかな、どう、結局、自分の投影でしかないので、まあ、その時に、なんか本当に、まず、またカイロから始めるとか、つぼみんっていうものがあ、ある。なんか、やっぱつぼみんは本当に、ああ、素晴らしいなって思って、なんてこんな、ね、わかりやすくて可愛くって、なんか本当に、なんかそこをでもちょっと気をつければ、意識をちょっと向ければ、なんか幸せとか豊かな方にちょっとでも意識を合わせたら、ちゃんとそこに向かって私たちの意識がもうちゃんと波紋になって広がっていくっていう、なんかそこもね、なんかかりんさんがね、本当に おっしゃってる通りなんですけれど、そう、波紋になって広がってほしいですよね。で、感平和な間具合、満たされて、欲求不満が残らないっていう、わびしさが残らないセックスっていうのは、あんまりね、経験してる人少ないと思うんですよね。だいたいなんとなくもう自分をごまかしちゃって、お互いに発散する、古神道の世界では、発散と凝縮、2つの異なるエネルギーで物事が成り立っていくっていうお話があるんですけど、今ある外行きの、オーガズムっていうのは、お互いが発散するだけで、本当に同じエネルギーがぶつかって、チリチリになるっていう、そんなんだから、いくら行ってもオーガズムを迎えて行っても、結局交わらないから分離してしまうので、物足りなさが残るんだけど、それにも気がつかない人がね、結構いらっしゃるんですね。一応言ったら、もう私たちはセックスしてるからセックスレスじゃないとか、正直な感覚をごまかしちゃって気づいていない人とかね。でも気づいてても、でもまあセックスってこんなものだっていう、セックスってこんなものなんだわとか、分かった、知ったふりをしたよ
をしてもう自分を諦めさせちゃうとか、そういう人がねいっぱいいるけど、でもそこをね、いやそんなはずはないとかいう感じで探究になって思うんですよね。なんかこう、本当、なんかやっぱり恋をしてるときが一番綺麗みたいな感じじゃないですか、10代のと恋をしてると綺麗みたいな。なんか、あれって気ですよね。気が満たされてて、プリプリなってるみたいじゃないですか。で、恋っていうエネルギーで、こう なってますけど、だから、わびしさがない、気の交流がこう満ちたとき、なんか、本当にね、私本当その時本当思ったのは、あ、今まで寂しいと思っていたんだと思ったんですよ。ああ、そういうことあります。満たされて初めて今まで満たされてなかったことに気がつくね。だから、わ、これが、だからなんかその普段の、感覚とか思考ではないものが、その間具合が終わった時に、わーって湧き上がっていくこととか、やっぱり相手の反応が全然違うとか、まあそもそも、なんか例えばですけど、身につける、下着とかもちょっとこう、なんか可愛いやつとかセクシーなやつとかって、ね、カニさんのパンツもそうですか、ひもパンとかもそうですけれども、なんかそこにいち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 こう感動して、なんかそこに至っていくみたいなところっていうのも、なんか気が満ちてる。なんか、わーみたいな、子供じゃないですけど、わーわーわーみたいな、なんか で、そこのわーっていう、なんか楽しいというか、優しいというか、なんか丸いというか、その空気の中で、なんか、自分の中の孤独とか呪縛とかネガティブなものが、あ、そうだったんだね、今までそんな呪いに私がかかってたんだねって、寂しいって思ってて、相手の気を受け取らないって決めてたのは私だったんだみたいな、なんかっていう気づきが起きたんですよ。すごい、もう素晴らしい。本当に間具合、気の凍りの間具合っていうのは、もう浄化作用、浄化と癒しの力を見せてて、本当に神様がね、無で人々がね、日夜働く時に湧いてくるストレスとか疲れとかをもう全部ご破産してくれるために、出てくれたシステムなんですよ。本当そう、これをちゃんとね、授かった通りに活用できたってことですね。いや、はい。いやー、でも、本当、かりんさんと、やっぱ、さやさんの講義があって、あったから、知れた世界だし、個人のセクシャリティもそうですけれど、あれの知識がなかったら、やっぱり人間って知らなければ、知らないまんまですけど、なんか今日良かったな、で終わったと思うんですよ、きっと。なんか今日すごかったな、みたいな。何だったんだろう、みたいな感じで、多分慣れていったと思います。だけど、意識する。だから、つぼみもそうじゃないですか。目標物が決まると、意識がそこになるっていうことだから、話を、あの講義を聞くだけで、そういう平和な世界が、私たちの中にも現れるんだって意識、磁場が生まれるし、あそこまで、お待ったの、何ですか、かりんさんの作品は、音痴様でしたっけ？まあ2号ですね。音痴様。やっぱ、あれはすごい威力だったかなって思います。なんか。ですか、よかった。講義のためにね、わざわざオリジナルでね、作ったんですよ。よかった、わかりやすくて。いや、わかりやすかったですし、すごいセンセーショナルだったし、音痴様って時に、もう最初ショックすぎて、わあ、びっくりってなりましたけど、でもそれを本当に、なんか本当にめでて大事にされている、そのかりんさんのね、手つきから、ああ、この方、本当に本物だなって、本当に 思いながら、見てたんですけどね、なんか、でもそれほどの力があるなっていうことと、なんかお股のその形って、本当に、それこそ生理が始まる前ぐらいにものすごい興味が出てきた時期、小学校の時。ね、でもそんな誰も教えてくれないしって言って、で、その時のブームが、卑弥呼の歴史の漫画をものすごい読み漁る、のと、その性の、
うん、なんか、ま、お股のことをする方をなんか同時になぜか開いてた自分を思い出して、あ、やっぱりそのスピリチュアリティと性はつながってるのも子どもの無意識の私は、うん、そう本能的にね知ってたんです。怖っとか思って素晴らしいですね。やっぱりあのスピリチュアルのね、あのいた子のお仕事をされてるだけあって、もう幼少の頃からつながるスピリチュアルとセクシャリティがつながってるって直感的に分かってらっしゃったんですね。あ、マリナさんが、ゆうこさんもつぼみんで昨日氷の間具合が進んだ感じなんですか。あ、ゆうこさんはね、劇団やってらっしゃったから、あの骨盤を立てるという訓練はもうすでに下地があって、そこに最近よもぎ虫を、レンタルよもぎ虫をなぎちゃんからあの送ってもらって、それでまたの、あのほかほかに活動する、活性化されてたところなんですよね。それであのもう講座を聞いてこれだって思って、あのパートナーとあのちゃんとそういうあのディスカッションもちゃんとして臨んで、あの見事にヤマトの木の交流の間具合ができたってわけですね。そうですね、素晴らあのなんかつぼみは本当に欲しいと思って、であマルシェでかりんさんにお会いするから直接お話をして、この感動をね、あの伝えてから購入しようって楽しみにしてたんです。ありがとうございます。もう今日来ましたからね、つぼみん、あの先着10名様までつぼみん買いますのでね、あの早めに欲しい人は早めに博多モリシェ来てくださいね。であのね、ゆうこさんの、ね、セッションも、ね、おすすめですよ。ゆうこさんこうしてね、もう旦那様と気の交流の間具合をされてるから、もうテントのパイプがスコーンとつながってますので、あのいたこのセッションね、あのチャネリングすごい、あのいいこと、いいこと、あのその人の魂の成長にバシッとあったことをね言ってくれると思うんですよね。そうそう、あのもうすぐ終わりに近づいてきたので、ここで漢字の12月10日の博多 の、 あの天神南駅から徒歩10分ぐらい の、 あのイルカセットビルの2階のカフェギフトさんで、入場無料で、あのどなたでも入れるっていうところに、ブースが11、2、3店あって、全部個性的なあのお店が集まってまして、その中に私も桜姫、うん、ショーツとかつぼみんとか桜姫ジェルとか売るし、あのゆうこさんもあの出展されるんですね。ここであの締めにゆうこさんのセッション内容を皆さんにねお伝えします。はい、ありがとうございます。ああの今でコメントが、ヤマトの生活ラボじゃないんです、入りたかったんですけど入れなくて。あの今でもね部活も応じてますのでね、あのヤマトの生活ラボ、あのご関心のある方、あの連絡ください。あのリットリンクでにのメッセージくれたり、 あとつぼみに興味のある、通販で興味のある方はリットリンクにバナーが貼ってありますので、つぼみそうそう、私はね、あの生活ラボには入ってないんですけど、あの普通に自分が10代からそのなんかな、骨盤立てろみたいなことを、うん、あの習い事で知らない間にやってたっていうねだけで、マタ活は温活を今中心にやってましたね。おまたカイロと、まとにかくおまたカイロと、まあ、よもぎ虫をちょっと今回は短期でしたけどさせてもらった集大成として、気のまぐあいというのはこうでこうでって説明して素晴らしいからって言って試したってところなんですけどね、うん、はい。で私はマルシェではあのカードリーディングのチャネリングセッションをさせていただきます。で通常私のセッションって結構ロングでやるんですね。とにかくたくさん情報が降りてくるので、だいたい120分なんですけど2時間いけないぐらい喋り続けます。だけどあのすごい情報量なので録画して通常送ってるみたいな、ね、感じで送るとか、それもセッション取るんですけど、マルシェの場合はカードリーディングっていう媒体も使いながら、まあ、その人 の、 あのなんか悩み事を聞いたらそれに対する見解だったりとか、まあまあ、例えば守護霊だったりとか竜神だったり、いろんな、まあ、目に見えない存在がいるんですけど、そこからメッセージをバンバン下ろしていったりとか、どういうもの、霊的なエネルギーにどういうサポートを受けてきたかとか、今後どういうふうにしたらそういうサポートを受け取れるかとか、あの皆さんの持ってる魂の資質みたいなのを、まあ、短時間で伝えられるだけ伝えるっていうね、うん、セッションを、今回やります。わー楽しみ。
時間が、15分コースと30分コースがあるんでしたっけ？あ、そうです、そうです。15分はプチなので、本当にこうカードで直感的に引いて、今こういうことでこうで、これ、来年、来年こうしたらいいですよみたいなことをね、15分で2000円でね、お話しして、30分たっぷり、30分から40分ぐらいたっぷり伝えるやつは、5000円ぐらいでね、用意しようと思ってるんですけど、なかなか、なんかこう、なんかマルシェ価格、お祭り価格なので、この機会にリアルでエネルギーを実際受け取ってもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。はい。感じやすい人はもうめっちゃもう降りてくる時点で頭、ワンブワンブワンブワンってなる人は なるので。面白そう。私、ブース出店だもんだから、自分のブースルッスンするとあれだからって、15分で申し込んだけど、いや、30分コースも気になるから、営業と重ならないところでお願いしたいな。はい、ぜひぜひ、始まる前でもね、ちょっと時間があったらいいかもしれないですね。支度して、ご覧いますね。はい、皆さんもね、こうやってライブして気になる方、いっぱい現れるかもしれないので、気になる方はもう先にね、メッセージを送って、セッションの予約するといいのかな。そういうことは受け付けてます？はい、受け付けてます。時間制でね、予約さ、受け付けてますので、気になる方はメッセージしていただけたらと思います。ルコさん、ありがとう。ゆうくん、その接種やばいです。あ、やばい、楽しい。以前、アンベリーさんのね、アカウントでオープン公開セッションして、したことがあるんですけど、どういう感じか、雰囲気がね、アンベリーさんアカウントに残ってるかなと思います。そうですか。はい。いや、皆さんね、楽しみになりましたね。10日、博多の、屋上でマルシェ。で、その夜には、さえちゃんも歌う、もう、ゆうこさんも歌う、屋上ライトっていうクリスマスライブがありまして、で、オンラインでも、チケット受付しているので、そこではみゆきちさんのアカウントから、そうです。できますよね。ので、みゆき、夜は歌います。夜はエネルギーをもうだだ流しで、もうフルスロットもうありますよ。また、前に出てって、かぶり、浴びに行きます。で、来てください。もう、オンラインチケットね、になっちゃったんですけどね、やっぱり、なんかそこでエネルギー交換をすることで、多分受け取れる恩恵もすごいと思うので、ぜひ、かりんさんも夜も入るということで、見てもらったら 思います。いや、楽しみですね。12月10日、博多が暑くなりますね。はい、もう本当に、ね、いろいろ込めて、こう、エネルギー、気力を満たしてね、12月10日、屋上でないとマルシェ やりますので、かりんさんと私もいますので、ぜひ遊びに来てくださいっていう。私も物販で買ってくださった方にセックス相談会やりますのでね、なんかあね、それとか状態を聞いて、一番これ役に立つなっていうショーツの色とか、色のエネルギーとかで、いろんなものが用意してありますので、おすすめ、これを改善しますよって、セレクトさせていただきますのでね。ああ、すごい。いや、ちょっとだけ聞きたいなと思って、かりんさんが販売されている下着あるじゃないですか。あれ、やっぱりこう、意味がある、意味があるのかなっていう、その、いろいろテーマがあるんですか、やっぱり、エネルギー使う。そう、やっぱり色のエネルギーっていうのがあって、ピンクとか赤はすごく第一チャクラが元気になるし、黒も締まっていいですし、あとは毎月新月の時に発売する柄物なんかは、もう柄がハーモニー歌ってくるんですよ。こういう私持ってるから、こういう人たちに使ってほしいとかね、いう感じではね、今一番新しいなんですけどね。可愛いですよね。これも私がプロデュースして、デザイナーの方にこういう感じでこういうデザインしてほしいって言って監修してできた柄で、そういう柄物もね、いくつか持ってきますのでね、なかなかこういう画面だと色がね、うまく映らないので、皆さん本物見た方が、実物の方がすごく可愛いって大体おっしゃるので、
実物見る機会がない、お見せできる機会がないので、マルシェにね、見に来るだけでもね、うちのブースにも顔を見せに来てほしいなと思います。なんか一回その、まあ、その時は例えば買えなかったとしても、一回こう触ったりとかする、見るだけでもなんかダウンロードはされるかなっていうふうに思うんですけど。そうですね。ワクワクっとしたら、ときめいたら、その人に合う商品ですので、大体、まあ、単価が高いので、まあ、お財布、その日にいっぱいいろんなブースが出るので、皆さんとこでお買い物もあるでしょうから、うちは後で振り込みとかも受け付けますのでね、すごい。足りなくなった人は振り込みでって言ってね、言ってくださいね、応じますね。気さくなかりんさんですね。素晴らしいですね。かりんさん、ごめんなさい。最後に質問ちょっとだけしたいことがあって、私のこう、まあ、知り合いの方で、まあ、長年セックスレスだったと。で、まあ、久しぶりにもこれは、旦那さんと、もうなんか、このまましなかったら一生しないぞって慌ててたじゃないですけれど、はぁってなったっていう方がいて、で、それが、私がやっぱり気の紛れをして、やっぱこの性のないよと思ったら、やっぱそういう方が出てきて、やっぱそうなんかダメだと、その人もなんか、セックスレスがダメだと思ってやったんだけども、やっぱ久しぶりだったから、やっぱ出血しちゃったっていう話だったんですけど、なんかそれになんか対して、なんかセックスレスの方で、やっぱり急にすると、やっぱりね、出血したりとかあると思うんですけど、なんか良い方法とかなんかあったりした。つぼみんですね。つぼみんを地道に使えば、もうちゃんと使った時間に比例して育っていきますので、つぼみ。あとは、セックスレスで、そうやってね、トライ、望むことができればいいんですけど、その一緒にしようっていう、そこの段階までいけないっていう、今更そういうこと持ちかけられないっていう人もいますので、そういう方は、ヤマトの生活ラボに入っていただけば、いろいろと個人コンサルとグループセッションとかで、それくらいで、だんだんモチベーションが上がっていって、で、ノウハウとかね、お伝えさせていただきますので、今ね、10人の方がヤマトの生活ラボに入って、今日個人コンサル、朝からこのあと夜もあるんですけど、もう皆さんに応じた、ケースバイケースで、お一人ずつ違うんですよ、状況が。だから、それを見極めて、宿題を出して、取り組んでもらうというふうなので、もう、という感じで進んでいらっしいやー、なんかワクワクする、なんか罪悪感だったものがそうじゃなくて、本当に豊かな幸せなためのものなんだって、その、いや、関わるだけですごい許されるし、目覚めるなって私思ってるので、ちょっと私もタイミング見てね、すごい興味ありますっていうところです。もうぜひね、もう優子さんはもうね、大和の幕開ゴールしちゃってるから、より続けて、どんどんね、お二人の世界を開拓して、深めていっていただくといいと思いますね。ああ、ぜひ、過去の劇団とか声楽のトレーニングでもね、役に立ってらっしゃると思いますね。そうですね、本当になんか歌うこと皆さんいいので、屋上でないとで歌ってる姿をぜひ見てもらって、歌いたいっていう衝動は本当大事ですよ。エネルギーダーって出すこと、声がやっぱり体が私たち資本なので、だから、どっちもですね、表現じゃないですか。自分っていう体、肉体を使って何か表現するっていうことと、その表に出すエネルギーと、その夜の、まあ、そういう夜のって言ったんですけど、パートナーシップっていうかね、山とのマグワイっていう部分で、大きさ同じぐらいだったと私思ってます。そうですね、一人のその秘められた才能っていうのはすごく大きいですからね。なんか、なので、こう、循環させるっていう、こう、いろいろ、さやかさんもそうだし、なんか、それを、なんか、自分が何をしたら楽しいかなっていうのを、なんか、見つける、なんか、気づくみたいなマルシェになったら、なんか、もっと素敵だなとか思います。ですね。かりんさんのショーツ、肌触りがとってもよくて素敵でした。るこさん、ありがとうございます。じゃあもう8時になりましたので、
ただきましたので、皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。屋上でマルシェ、それから屋上でナイト、よろしく、楽しみに来てくださいね。ありがとはうございます。じゃあ、ゆうこさんありがとうございました。い、谷さん、ありがとうございました。失礼します。ください。ありがとうございました。い。じゃあ、失礼します。と、じゃあ、ありがとうございました。とても参考になる話ばかりでした。つぼみ欲しくなりました。つぼみどうぞリクエストしてくださいね。私のリットリンクから買いますので、つぼみいいですよ。とても役に立つものです。では、アーカイブでご覧くださいね。ありがとうございました。まゆこさんありがとうございます。見てくださって、他の方もコメント拾えなかった方いらっしゃったらごめんなさいね。ありがとうございました。では、終わりにします。